サボる、後回しにする。皆さんはサボるの意味を知っていますか？サボるとは、怠けてやらなければいけないことをやらないことです。学校をサボる、勉強をサボるなど、日本人はよくこのフレーズを使います。後回しにするというフレーズもあります。後回しにするの意味は、やる順番を変えて遅らせるという意味です。大事なことは後回しにせずに先にやりなさいと言われたことがある日本人はたくさんいると思います。最後に皆さんにお願いがあります。サボってないで、早く新しいエピソードを作ってと言って私のお尻を叩いてください。そうすれば早く新しいエピソードが聞けるようになるかもしれません。ちなみにお尻を叩くとは、やる気が出るように励ましたり、何かをするように促すことです。このフレーズもよく使うので覚えましょう。皆さんは最近サボっていることや後回しにしていることがありますか？よかったら私のレッスンに来て教えてください。